迷わずに駆けるけど伝説の幕が開ける。どうもプロスピナンバーワン芸人の大野たかです。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。大谷翔平来ました。やっぱり来たでしょ。言ったじゃん俺、絶対来るってこのタイミングで、でしょ。なので急遽、テロップをあんまり入れずに、今日動画投稿していると思います。できてもそばね、ご了承ください。もう撮って早く出してっていうね、撮って早く出すんだって、もうそんな勢いでねやってますんで、今日ちょっとテロップ少なめです。お願いします。ということで見ていきましょう。来ました、おえー写真かっけーでね、能力がちょっと修正されてるんですよね。はい、ちょっと見ていきましょう。はい、打者大谷くんでございます。まあ、どこが変わったかっていうと、まずパワーが83から85に上がってます。はい、で走力が77から79に上がっております。はい、まあね、ちょっと修正入りましたね。やっぱさすがにもう修正入れられずにはいられなかったんだろうね。来ました来ました。まあね、ただそのせいというか、まあミパ同値がしにくくなったと。言ったらコンタクトヒッター1点狙いかな。84の同値かな。まあなんなら俺的にはもう同値狙わなくていいから、走力も A にしたいなってぐらいだね。俺1番バッターで使うんで。はい、ぜひとも A にしたいぐらいですね。で、まあ、ライトちょっとね、僕いつも、まあ、ライト守らせてるんですよ、実は。特殊して、守備 C にして、そう、ライトで守らせてるんですけど、まあ、全然いけるかなっていう感じです。C あれば、まあ大丈夫。まあ、高橋由伸さんゲットしてる人は別にいいけどね、ライトで使わなくても、DH でいいと思いますけどね。で、超広角アーチということで、このね、超広角アーチ、めちゃめちゃ打ちやすいですよ。もう大谷君、プロスピーサーの中で一番打ちやすいです。はい、まあ高橋由伸まだ操作したことないから分かんないけどね、由伸さんは。まあだから、そこ抜きにして、一番打ちやすいのは大谷君です。はい、で走塁ついてんのがね、僕はやっぱ一番に置く理由かな。まあそれもあるんだよね、やっぱ走塁もついてるっていうのが大きいかな。はい、で菊池雄星投手ですね。菊池雄星投手はまあ花巻東コンビで来たということですけど、まあ急スタート落ちいけるとということですよね。急スタート落ちいけるということで、まあ熱いんじゃない。OG カーブね、懐かしいな。あれから1年か、早いね。奪三振伸びしり上がり。ただね、やっぱリアタイではちょっときついです。リアタイ民の僕にとってはね、やっぱり大谷君一択だな。はい、じゃあね、60連いきたいんですけど、その前にね、レフトも追加されたんで、サクッと見ていきたいと思います。はい、まあワールドスター大谷君のガチャが見たいって方はここで飛ばしてください。はい、はい、グラシアル選手ですね。まあミパ同値いけるでしょう。で、BB か、なるほどね。ちょっと下がったな、やっぱグラシアル。まあでも超広角パワーフィーは絶対打ちやすいです。で、荻野選手、荻野隆、ここミソを同値いけんちゃうのこれ。はい、ミソを同値いけますね。まあ熱いな、かなり中弾道だしね。ただまあ死に積極だけど、まあレフトっていうのはやっぱセンターかな。調査まで上げてやっぱセンターが一番いいかなって感じがしますよね。で、いぶし銀、全道地、栗山さん、えぐ全道地はえぐいて、いぶし銀だね。島内選手はやっぱレフト B なんだ。やっぱ守備いいのかな。僕あんま見ないんですけど、プロ野球。まあ何言ってんだお前って話だけど、プロ野球見ろよって話だと思うんだけど、島内さんはまあ本当に守備いいっすよね。で、西川選手やっぱレフトで来たんだ。センターじゃないんだ。あ、ミート A に乗るね、称号で。なるほどね。センター特殊で C、B 乗らないか。サブポジだからね。なるほどね。ちょっとあれか、きついな。あ、正隆さん来た。うわー、めちゃめちゃ、まあ、正隆さんガチで打ちやすいからな、ほんと。この捨てだったら全然レフトも守らせられるし、まあ、ライトも調算でいけるんだね。アーティストチャンス、阿部彦。え、マジでめっちゃ強いじゃん。え、片目打ちなくなってんじゃん。いや、この正隆さんはめちゃめちゃ欲しいわ。松原選手ですね。なるほどね。まあ、補給 F 出た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 。補給 F とかもう、コナミさん何やってんの、何しとんの本当に。僕、これからこの言葉使っていこうかなと思ってます。何しとんの、何しとんのんです。はい。もうこれからこれ使っていこうかな、俺。コナミさん何しとんの本当に。もういかしてくださいよ。で、パワー A のね、サンズは。高弾道か、パワーヒじゃないの。え、
騒ぎだよね。あ、広角ついてる、いいじゃんサンズ。福田選手ですね、福田選手は完全パワー型で高弾道、パーヒついてないかな。あ、ついてるね。なるほどなるほど。でもなんか高弾道の方がいいっていう方もたまにいますよね。で佐野選手、おーミートエイはやっぱさすがだな、高弾道か。補給 F 何しとんの本当に。コナミさん、コナミさん何しとんの。阿部飛降格か、いいじゃん。出た龍馬、西川龍馬、僕の、リアタイ一番最初の頃使ってました。西川龍馬さん一番で確か使ったかな。めちゃめちゃ能力いいんだよね。そうそうそう。ただまあ守備がちょっと問題難ありだよね。でも超広角いいね。青木選手はミートビーパービーソルキビー、まあでもすげえなこの能力。あ、レフト特殊でビン乗る、こういう裏捨てがやっぱ高い選手はいいな、好きだな。さあお時間でございます、始まります。いよいよワールドスター第2弾、打者大谷を求めていきたいと思います。で今回はちょっとエナジーをやっぱ節約したいんで、大谷翔平出たら終わります、この動画終了します。はい、ぜひともそこ皆さん頭に入れておいてください。打者大谷が来た瞬間、テレレ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 が鳴りますからね。いきますよ、よろしくお願いします。さあダルビッシュさんの次に欲しい打者大谷が来ました、行きたいと思います、よろしくお願いします。自チームは日ハムです。シュビーンって来たらもう確定かな、ほぼ。お願い、もう来て、もう来て、もう来て、いいよいいよ、月はいいよ。シュビーン、あれ、絶好調、ありがとうございます。アザス案件です。はい、ほよほよほよ、アザス案件、アザス案件ですよ。絶好調出ましたね。打て、おい、ただまあ打たなくても可能性あるよ。アザス案件でございます、イエーイ、いいよ。お、西山の杉谷さんから始まる、オッケー、いいよ。西山から始まってるよこれは。行くぜ行くぜ、どこで来る、来い、嫌な感じ。そんな甘くなかったな。打者大谷の A も欲しいよ。おい、新選手、オッケーオッケー、めちゃめちゃ A 持ってるよ俺。さあ20連目いきましょう。打者大谷来い、打者大谷来い、打者大谷、打者大谷頼む、打者大谷、いいよいいよいいよ。シュピーン、おい、シュピーン、ピッチャー調子組んだ、オッケーオッケー、いいよ、しょうがない、怖いよ、60連目まではマジで行きたくないよ、怖すぎるから、頼むよ。おい、ここでね、確定ないところで来たら結構熱いんだけど、打てー、飛んでビクーン、打者の A も取って、大谷君の A も、オッケー、ナイス、いいよ、そういうことよ、そういうこと言ってんのよ、俺は。ナイスだ、いいよ。まあここちょっときついか、オッケー、確定なし、これ大谷君、ナイス、アザス案件です。さあ30連目いきましょう、 S ランク1人かけて、ここでね、もうシピン来たら OK よ、シピン来たら OK、 お願いします。いや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 、確定だから、なんで好きないんだよ、確定ですから、シピン、あ、レッツゴー、白、ありがとうございます。そこは分かってたよ、さすがに。ただここでさ、そのなんていうの、シュピンがなかったけど、打て、頼む、打ってくれ、打たない、やばいよこれ、沼にはまっちゃうよ、頼むよ、大谷くん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 、大山岡選手、オッケーよ、嬉しい。さあ30年目、大谷を目指し、求めていきたいと思います。お願い、頼む、大谷くん、まだ道は続く、打者大谷を求めて40連目いきます。頼む、もうシピン見さしてよ、シピン、シピン、なんで、何しとんの、本当に何しとんの、いやマジえぐいて、いいよいいよ、あるよ、あお、きついな、打たない、もう1チーム2チームだから打たなかったら絶望的なんだよな、はっきり言って、そこがちょっとね、まあでも2チーム純正のためには、来い、大松選手 OK、ナイス、OK、ナイス、大松選手 OK、
OK。 A も打ち抜いてこうね。さあ大谷がもう S も出ちゃっていいよ。はい、OK、ナイス。いやー、50連目まで来た。怖い怖い怖い、怖すぎるよ、翔平大谷。50連目いきます、お願い、頼む。いいよいいよいいよ、月が出てんのいいんだよ。シュピーン来い、シュピーン。おい、調子こん、レッツゴー、後ろ、OK。ここで終わらせろ。10連分エナジー節約させてくれ。なんでだよ、はい、何しとんの調子くん。早いって、 OK。 青からの球も青で打て、打たない。2枚引きはある、2枚引きあるよ、でも全然ある。 OK、 あるよ、2枚引き全然あるよ。打者大谷来い。いや、あかん、これあかんって、マジで怖すぎるって。60連目はマジ怖い。まだあるよ、まだあるよ、絶対ある、絶対ある、絶対どっかである、絶対ある、来い。おい、ないの、嘘でしょ。来てしまいました、60連目。打者大谷か菊池雄星か、頼むよ、お願いします。60、もう震えるわ手が。お願い、頼む、打者大谷が欲しい。お願いします、打者大谷来い。いや、カン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 、なんもないよ、シュピーンだよ、頼むよ。よっしゃー、よーし、よっしゃー、撃て。まあ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 、でもシュピーン出たからな、頼むぞ。10連目まで耐えてくれよ、10連目まで耐えてくれよ。途中で日ハムの選手とか怖すぎるからな、何しとんのんだよ本当に。耐えろ、逆にエース出るな、逆にエース出るなよ。 OK、 あたし案件、よっしゃ、最後この選手でお別れです、あたしさん。 OK。